いや、もう今日のエクセル最高ですね。すごい、昨日もすごいライブがあったんで、今日もすごい楽しみですけど、リブエクセル行きましょう。
僕31年前に初めて行ったアメリカで、ベニスに行って、ロックダウンのスケーターみんないたんですね。クリス・ハムスレとかエッグ・ベッセルとかで、レッドドッグがいて、でレッドドッグがいたから次の日にちょっとロックダウンのウェアハウス行きたいねとかって言って、で行ったらそこに働いてたのがショーンだったんですよ、エクセルのベースの。でもエクセルもずっと長いことやってなくて、僕らも15年ぶりにリミックスやってるんですけど、今日こうやって一緒にまたね、共演とかできて、そういう考え深いものがあって、本当、ハードバンドが好きで、よかったなと思います。昨日のエクセル好きやと思ったんで、今日みんな、クリスマスイブですけど、思いっきり楽しんでもらいたいと思います。
今日皆さんも最後まで楽しんでみましょう。じゃあ最後に行きます。ポイントフラッシュ。